ともうちょっとでおしまいかな。あと20分ぐらいじゃね、登山時間。ちなみにここ電波は届く。和田峠の方届かなかったけど、この辺は届くね。うん、かろうじて届くね、ここは。あー綺麗だな。よし、やっと体温まったよ。ゆっくり行こう。すげえ。あ、はい、スマホなんて持ってるから。ブーメラン打つ。投げ捨ててもいいけど。あ、ぽちゃん、こっち来て、こっち。おーい、こんにちは。こんにちは。寒い。これさっきの佐賀警備だじゃないの。これ後ろに入れてもらっていい？あの、黒い袋の。ちっちゃめの小遣い入ってる。ちゃんと入るやつ買い直そう。ちっちゃめの小遣い。はい、はい、黒いやつ。今日は確定になると思うよ。まあ今日高尾の方にも走ってってたもんね。すげえ勢いだったな、あの救助隊。うわ、そりゃそうだよ。え、それさっきのうんこ。さっきのうんこって。あ、こっちこっち来て。こっち来て。はい。はい、どうも。まあ、あ、本当に温まってきたからだ。どうしようもなかったからさ。逆に和田峠の方が電波届かない。うん、でこれギリギリ出てった方がいいよ。なぜかって上がっていく人出てくるから、まだ俺みたいにまだいると思う、上がってくる人は。まあそんなに早く帰んないけど。4時ぐらいまでいる？うん、長くいる。もう山頂のとこ今日ダラダラしたいから。今日はもう山頂を堪能する日だから。
誰？あれ、白熊が来た。あ、白熊が来た、白熊。白熊だ、白熊。うわぁ。うん、温まってきたね。つか、風が止んできてる。はぁ、あ。まあね、ちょっと険しい、蹴ったように見せられます、そんな感じはするよね。多分ちょっと整備されてないのかな、東京来たんだ。今日ここだけなら別に対策されることないし。まあね、GoPro？ はいはい。GoPro で撮りたい。山の動画。そうすれば両手も開くし。うん。イガフリ君が、イガフリ君、ワンパンピン。ダイエーマジで30杯以上やんなくなったね。昨日上がりしちゃったから。昨日1時過ぎに行ったんだけど、0時ぐらいか、0時過ぎてても30杯オフの惣菜があったけど、買わねえだろう、この時間で 30% オフって。うん、何これ、なんちゃ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 ん、うん、いや大丈夫。ならず者。ならず者が好きなんだけど、ね、ならず者の特技だけ、うん。